さすが、久保建英、芸術ドリブル発動から逆転勝利をお膳立て。敵陣でワンタッチで1枚剥がして、その後ゴールに向かって3、4人置き去りにして味方にパスをつなげる。今日は途中出場ながら素晴らしい出来だった。現地であのプレイを見たサポーターはさらに心つかまれること間違いなし。すげえ抜け出しだったな久保選手。眠気が一気に吹っ飛んだわ。影の MVP と言っても過言ではない。ゴールやアシストはなかったけど、途中出場でやれることは全部やったと思う。ボールダッシュパスカット、ボールキープにドリブル、マジでさすが。なんとか CL、 せめて EL 圏内のまま今季を終えてほしい。 CL は掴みたいよね。久保にとってサッカー人生変わる。ベティスとの直接対決楽しみ。5位ベティスと勝ち点6差で挑める状況になった。勝利は本当に大きい。3日後ベティス戦、総力戦やで。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。